ジョアン・ガリガ・ビラレサウは、スペイン・バルセロナ出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権で活躍した。日本語メディアでは、ガリッカとも呼ばれた。コーナーでは状態を、イン側に大きく乗り出すようなアグレッシブな、ライディングフォームで知られる。パックマン、ボーイング747の愛称で呼ばれた。1983年のモンジュイック24時間で、使用したマシン。 ガリガはスペイン国内選手権で3度のタイトルを獲得し、モンジュイック24時間では3年連続優勝を達成した。シトポンスとのライバル関係は1983年のスペイン国内選手権 250cc クラスから始まり、ガリガのファンはガリギスタポンスのファンはと呼ばれた。ガリガのベストシーズンは1988年で、 この年は 250cc クラスで参照を上げ、シトポンスに次ぐランキング2位を獲得した。1990年には 500cc クラスにステップアップしたが、250cc クラス時代ほどの成績を残すことはできなかった。1993年にはスーパーバイク世界選手権にも参戦した。引退後は様々な個人的問題を抱えた。 1998年に麻薬所持で逮捕され、2003年に麻薬取引及び武器の所持で有罪となり、懲役2年の判決を受けたが、社会奉仕活動に減刑され刑務所には収監されなかった。2013年には二度の心臓発作を起こす。2015年にも再び麻薬所持で逮捕され、同年8月にオートバイ事故で死亡した。ありがとうございます。